HF はソニーが1970年9月から1978年8月まで販売された音楽録音用コンパクトカセットテープおよび1983年9月から2015年3月まで販売していた音楽録音一般録音用特兼用コンパクトカセットテープの商品名。HF はハイァイデリティの略である。また、本校では便宜上。 1994年9月から1996年3月まで販売していた HF のハイポジション用コンパクトカセットテープにあたる HF2 についても述べる。HF1970 年代初頭、すでに商品化されていた音楽録音用 LH グレードのノーマルポジション用コンパクトカセットテープである東京電機化学工業の SD および日立マクセルの UD に対抗すべく、1970年9月にソニー初の音楽録音用 LH グレードのノーマルポジション用コンパクトカセットテープとして開発、発売された。発売当初の商品名は Hi-Fi だったが、1972年4月より本来の商品名に改められた。ヘマタイトを基本に微粒子化された自生体を採用し、 高密度均一分散させることにより、LN グレード用ノーマルポジション用、コンパクトカセットテープに対し、ある程度質ノイズが低減されている。また、磁性面の鏡面処理化お及びハブ、ガイドローラーの新エンドの高精度化により、ヘッドタッチやテープ走行性を安定させ、この当時製品化され、普及し始めていたドルビーノイズリダクションを搭載した。 ごく一部のレコーダーでの使用に最適とされていた。1973年6月に、同社の音楽録音専用、フェリクロムポジション用コンパクトカセットテープ、デュッドの発売に合わせる形で、初の全面改良を実施した。1978年9月、HF が、ダーソフ BH 会スイスフラン j HF に発展、細分化したのに伴い、 本来の HF の商標は口絶する三代目 HF の登場まで一旦休止となった。1983年9月に従来のスイスフランの後継かつノーマルポジションの第3期 HF シリーズの第1弾として先行発売された。LN グレード一点割りだったスイスフランやその先代にあたるローロイズに対し当初から低級クラスの LH グレードとして位置づけられていた。 透明なスリップシートの DP2 メカ及びスモーク処理されたシースルーハーフが用いられ、このクラスとしては走行性能とカセットハーフの組み付き精度が至って良好なのが特徴である。なお、このハーフは性能と信頼性を買われて CBS ソニーからリリースされたミュージックカセットテープにも一時的に採用された。オールラウンドカセットとなっており、音楽、カラオケ、 会話、語学録音兼用とされている。また、自社製造時代末期には、カセットハーフの接合にネジを全く使用しない超音波溶着が採用されていた。生産元は、日本のほか、タイ、アメリカ、フランス、韓国など点々としていた。1994年9月に、同社のハイポジションのボトムレンジを担う商品として発売された。 基本的にセディックス2や X2 より一ランク下のグレードに当たるテープだったが発売開始当初から販売実績が思いのほか振るわずそれを理由に HF2 と同じテープを使用したセディックス2やギグマイナスに G アップ等に後を託す形で1996年3月をもって販売終了となった生産に関しては日本のほかアメリカが存在した ありがとうございます。